はい、ゆかです。今回はですね、おうちワーカーの私が、どういう風に作業をしているかっていう作業の様子をですね、ちょっと録画して、お届けしたいと思います。今からですね、作業をしていこうと思います。で、ちなみにですね、今時間が、9時35分ですね。今9時35分なんですけど、今からですね、ちょっと始めていきたいと思います。その前にちょっと準備があるので、作業前の準備したいと思います。準備が完了しました。何をしてたかっていうと、大体作業中はカフェオレを飲んでいるのでカフェオレを準備しています。で、今から作業していきます。で、今から作業しようと思っているのが、メルマガをいつ書いて、あとブログを、一記事で書こうと思ってます。で、今からやっていきたいと思いますので、集中してやっていきます。音が大きいですね。マックはですね、基本音楽用に音楽かけてます。やりたいと思います。
今ですねメルマガ書き終わりましたので次に、ブログやりたいと思います。今そうですね9時35分ぐらいから始めて1時間かかんないぐらいですね。次ブログやりたいと思います。ちょっと黙々とまた作業に入ります。
ブログが終わりました。結構時間がかかっちゃった。なんだ、解説系のブログをちょっと1記事ですねちょっと書いてみたんですけど、解説系は時間がかかりますっていう感じで、今終わったのが12時5分ですね。作業始めたのが9時35分ぐらいからだったんで、何時 ?10、11、12で3時間あ3時間2時間半かな、2時間半まるっと作業没頭しておりました。でこんな感じで、私はですね1日、作業をやっております。こんなにみっちりやることはあんまりないかもしれないんですけど、今日は、メルマガを書いて、ブログを1記事書いていくっていう感じでやっていきました。ぜひね、今の、作業ですね、こんな感じ黙々とやってたんですけど、こんな感じでやってんだなということで見ていただければと思いますっていう感じで、もしよかったらですね、このチャンネルぜひともチャンネル登録していただけると嬉しいです。でこの動画ですね見ていいなと思いましたら、いいねボタンを押してもらえるとすごく嬉しいので、ぜひともよろしくお願いします。ということで今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではでは。